ヤガチャガチャンネル。証拠がすべて集まった。そう思ったらまた来て。わかりました。さあ、タロちゃんかな、はい、せっかくなので視聴者代表。視聴者代表にしてはちょっとバカすぎるんだよな。うるせえ。そんな。というわけで、ハルミのアルバイを解きたい。アルバイね。アルバイ、はい。そうなった時にどう、ハミちゃんがどこにいたかもう分かってる？え、なんでハミちゃんはアリバイを説明してくれないんだろう。なんでだろうね。あ、ダメだこいつ。あ、ダメだこいつ。あの、ほら、まゆちゃんがさ、うん、ハミちゃんが直前まで何してたって話してたじゃん。マリついてた。マリついてた。で、準備に行くってまゆちゃんが言った後も、なんか遊んでたっぽいって話してたじゃん。遊んでたっぽい。だったらそれってさ、別に説明してよくない？マリついてた。説明してよくない？それを、うん。なのに、黙ってんだよ、ハミちゃんは。なんか、やましいことがあった。そう、やましいことがあったんだよ。やましいことってなんだ。みがやった。なんだって。さっき君収録ないと思って多分だけど、はい、ちょっと携帯いじったと思うけど、はい、これあやさと京子の魂が封じ込められてるんだよ、この壺に。この壺の中にいた。はあ？斬新だね。な。ちょっと整理していこう。はい、ついてこれてない視聴者さんはいないと思うけどね。あの女が犯人なんだよな。違う、聞け違うのか。綾里京子、うん、綾里京子がこのクライン流霊媒道の創始者で、創始者。この壺の中には綾里京子の魂が封じ込められてる、はい、な、はい、答えを言わなくていいぞ、うん、なんか気にならないか。壺割った。なんでそう言えるんだ。え、なんか割ったかなって。お前はダメだ。割り切ってて割った。なんでそう言えるの。え、なんでそう言えるかの証拠を俺らはもう持ってるんだよ。なんか怒られるから言えないってこと。違う、多分あ今のはいい線、はい、要はクラインの里の宝物なんだよこの壺は、うん、だからバレたらやばいってこと。だからこんなものを割ったなんてことは、うん、言えないんだよ。言えないね。でもこの壺が今もともとこうだったのか、うん、割られてこうなったのかっていうのは、うん、俺らはもう証拠を持ってんのよ。あ、名前になってたってこと。どういうこと。文字が。どういうこと。あれ、子供がとともこだったん。あ、あ、京子か。あ、でも大体今出揃ったな。よしよし、行くぞ。よしよし。よし、というわけで、ハミちゃん。間違えちゃってるよ、組み立て方。あ、もうその話聞かせてもらうよ。わ、わ、わ。ハルミのアルバイ。もう俺。ハルミのアルバイ。理が言えねえ。ハルミちゃん、事件があった時のこと教えてもらうよ。どうしても言わなくちゃダメなのですか。じゃあ僕が当ててみせようか。当たっていたらちゃんと話してくれるね。はい。事件があった時、はるみちゃんはここにいたんでしょ。まずこの場所の提示。あー、これはもう割ってますね。ね、まあ、どこだっけ、たぶんなんか、どこらへん。え、どこにいたの、控えの。お前、読んでねえな。読んでるって。迷いと丸つきして、丸つきしてたんだよ。丸つきしてたのがどこな、庭ってどこだよ。渡り廊下だよ。庭ってどこだよ。はるみちゃんはここにいたんだ、この渡り廊下にね。あ、すごい当たりです。どう、話してくれる気になった。すみません。やれやれ、仕方ないな。じゃあ次は、ね、はるみちゃんがそこで何をしていたか当ててみよう。しまうのですか。弁護士だからね。あの時渡り廊下で春美ちゃんは何をしていたか。そう、迷いとマリつきした後も一人で遊んでたんだよね。ピコン。このマリで遊んでたんでしょ。あ、当たりです。どうして。
迷いちゃんが言ってたからね、ハミちゃんはマリ大好きっ子。そうです、私マリで遊んでいました。うんうん、それで何かあったんだね、とんでもないことが。ドッキ、なんですか何かって。私はこれが最後だよ。マリで遊んでいた時一体何が起こったか、そう、これタロちゃんが言った通り、割りましたね。この壺、里の宝物なんだってね。クライン流霊媒道の創始者の魂が封じ込められてるんでしょ。はい。なんかひびだらけだね。それに隙間も空いてるし。いじめないでください。はるみちゃん、割っちゃったんだねこの壺を。きっとマリが当たったんだ。キミコさんにバレたら怒られちゃうもんね。黙り込んじゃったぞ。大当たりみたいだな。でもロックがパリーンといかないのが気になるな。古い壺なのですよあれ。ね、ひびぐらい入っていてもおかしくないです。声が震えてるよ。あの壺が一度割れたってどうしてわかるのですか。そう、この証拠品には答えはないんですよ。この証拠品ではなく、これは綾里京子の魂が封じ込められていて、なおかつこの物語では不自然に綾里京子、綾里ってもう誰がどう見ても綾里なんたらっていっぱい出てきてるのに、フルネームカタカナなんですよね。でその上でね、壺に書いてあるのは行動も入れ替えたら、もしかして元々の人の名前になったりならなかったり。クライン流霊媒道って誰が始めたんだっけ。え、京子様ですけれど。その京子様ってどう書くか知ってる、漢字で。漢字ですか。あの、知りません。京子って書くんだよきっと。京子ですか。ああ、壺を見て不思議に思ったよ。どうして子供なのかって。はあ、それでわかった。誰かがあの壺を割ったんだ。そして修理した時に間違えたんだ。あ、さあ解除成功。ついでにね、食らってた HP も回復しました。さあというわけで、晴海のアルバイしっかり聞かせていただきましょう。アルバイ、あの日迷い様の霊媒が始まった頃、廊下で遊んでいたんです、そのマリで。それであの壺を。はい、割ってしまって、京子様の魂を逃がしてしまったのです。キミコさんには知らせなかったんだ。私悪い子です。里の宝物を壊してはただでは済まないでしょう。もしかしたら里を追放されてしまうかも、そう思いました。でも幸い壺のかけらは大きくて。気がつかれないように直せるって思ったんだ。はい。さあ壺のことも聞きましょう。私接着剤を持ってきて廊下で直したのです。あの渡り廊下で。はい。泣いてる。もう霊媒は始まっていましたので誰も来ないと思いました。でどれぐらいかかったの。ひどい仕上がりだけど。私お裁縫は得意なのですが、お絵描きや工作はちょっと苦手なのです。修理が終わって目を上げたら、なるほどくんがお屋敷に。ちょうど僕と夏美さんが事件を通報した時か。それを見て大急ぎでお片付けをしました。あの、なるほどくん、ん、やっぱり追放でしょうか私。そんなことないと思うよ。狭い壺から出られて京子さんも喜んでるよ。そうだといいですね。我ながら綺麗にまとめたな。うん、
さあ証拠品くらいの壺のデータを書き換えて、事件直前はるみが割ったが警察の到着時までに、はるみが廊下にて修理あんなとこに置いてるのがやっぱり悪いと思う。 ねこれがねどうなるかっていうところではございますが、さあというわけでございましてですね、あの旅に出た人に会いに行きましょうか。旅に出た手がかりは集まってきた。でもそれをどうつなげればいいのか。なあ、ん？それにのどかさんがここにいるのは偶然なのか。なあ兄ちゃん、呼び出された看護師の霊は桐崎先生を恨んでた。その霊の妹がたまたまここにいた。不自然だ。おい、なるほど。のどかさんについて何か情報が欲しいんだけど。ああそうかいそうかい、うちみたいな人間のクズにはしかと決め込まっちゅうわけやな。ああ、夏美さん。あ、気づいてくれはった。耳元で思いっきり叫んどいて何言ってんだよ。さすがなるほどや。こんな粗大ゴミのことここまで追いかけてきてくれはって。はあ。でもあんた時間かかりすぎやで。うちほんのちょっぴり寂しかったよ。な、何言ってんですか。追うなって言ったの夏美さんじゃないですか。まあまあそれはあれや、微妙に揺れ動く乙女心いうやつやな。本当に反省してるのかこの人。さあね、話していきましょう。今日の裁判。今日の裁判、まあ、申し訳ない。うち一旦思い込むともう止まらんたちなんや。迷いちゃんすんごいショック受けてましたよ。許してくれへんの、うちのこと。どうする。許してあげない。嘘許さない。迷いは許さない。あ、そっか、迷いちゃんだもんね。それはまた話が別です。信じていた夏美さんに裏切られたせいで迷いちゃんすっかり老け込んじゃいましたよ。これから彼女に藁人形と五寸釘を差し入れに行くところです。あーやー、それだけはやめて。うちの知ってる情報みんな吐くから。情報？せやせやせや。しかもええか、思い切ってタダにしたるわ。当たり前だ。さあ犯人について。あいや、迷いちゃんが犯人じゃないとしたら夏美さん誰が犯人だと思います。そんなん決まってるやん、あのオカルトマニアや。花か、花かのどかですか。だって他にのいないよ。あ、いや、念のため念のため、そうだよ、花かだよね。花か、うん、なんかマナカって人多いよね。あの2、あの2話にもコナカいたし。コナカ、はい。おばはんとうちとあんたはずっと一緒にいたよし。夏美さん、のどかさんのこと疑ってるのか。もしかしたら彼女の情報をまだ握ってるかも。さあ彼女の情報を握ってるかもというヒントが出たので、あ、いや、本人を突きつけてみましょう。本人、花かのどかか。何かご存知ないですか、彼女のこと。せやな、実はちょっと調べてはみたんや。彼女妹なんやで、桐崎先生が呼び出した例の。ええ、それは聞いてます。のどかさんが紹介したんですよ、先生にこのクラインの里のことを。そうやったのか、怪しいな、そりゃ。なんやったらもうちょい詳しく話そうか。さあ、話してくれそうですよ、のどかの情報。ああ、花かのどかについてもっと情報はありませんか。ああ、あるで。お、教えてください。ふ、情報は高くつくで。さっきタダだって言ってたじゃないか。彼女な、半年前まで入院してたんや。入院？どうしてですか。さあな、ここから先は自分で調べるんや。あ、はあ、調べるんや。はい、これ病院のアドレス、何かわかるかもしれんで。何かわかるかも。ま、まあな、実はうちめんどくさくて病院までは行ってないんや。まあ世の中なんて大体こんなもんやで。世の中のせいにしないでくださいよ。仕方ない、行ってみるか、この堀田クリニックへ。さあというわけで移動先が増えました、堀田クリニックに行きます。久々にあれですね、多分ワンステージですね。さてさて、そうそう、おっと、ちょっとだけお待ちくださいね。よいしょっと。というわけでございまして、ロビー、あーっと待って、よいしょ。ここがのどかさんが入院してた病院か。あ、お面会かな。あ、どうも、あの先生はここの
院長のことですうわ、いきなり院長先生と対面か。あ、どうしたかな。え、あの、花かのどかさんのことなんですけど。あ、花か、む、のどかと、あ、あの、残念だな。彼女はもうそのずいぶん前に退院しちまったよ。こ、こら、おじいちゃん。ん、ダメでしょ、病院を出ちゃ。ほらほら、早く戻りなさい。待ちこっか。まんま硬いこと言いかねえしね。おじいちゃん、何が待ちこくんよ。いい加減にしないと病院からほっぽり出すよ。ひゃー、院長に向かってすごい看護師だな。いり、院長の先生の白衣ちゃんと返しておかないと。どうした笑っちゃったんだ本当におじいちゃんだ。了解、了解さ。あえ、あの、あ、何かな。あじゃありません。あなた一体誰なんですか。院長の堀田ですわ看護師さんは言っちゃったし、相手してくれそうなのはこの人だけかまあ話していきましょう。堀田クリニック、あの、この病院はどういう。その外科一般をやってるよ。外科一般、あんまり詳しいことは知らんけどねおじいちゃんじゃただのなんだその目は。そうだな、この近くに大きな総合病院があるんだよ。患者が収容しきれないときこっちに回されてくるんだここでは外科手術をやってるんですよね形成外科の手術なんぞもやってるみたいだけどやってるみたいですかうん、やってるみたいだよ。さあ、のどかのこと、でものどかのこと知ってましたよね。なんかね、花かのどかさんのことを聞きたいんですけど。聞いた、あの子ね、確か総合病院から移されてきたんだよ。総合病院から。彼女何か外科手術を受けたんですか。それ外科手術大変だった。あれはどんな手術を。それは、いやいやいや、ちょっとそれは、いいよ。先生実に嬉しそうに笑ってるぞ。俺なんか医者って連中は患者のことを喋っちゃいかんな。なあ、テレビのドラマでもそうだろ。ああ、このままじゃ拉致が開かないな。このじいさん、ちょっと脅しつけてやれないかな。さあ、というわけで脅しつけてやらなきゃいけないかなっていうところでございますが、まあ、となってくると一番わかりやすい身分っていうのの証明は自分の証明ですな。え、何かなそれは。僕は弁護士です。今ある事件の調査をしています。なんだ怖い顔して、暴力は良くないぞ裁判は明日です。情報が欲しいんですよ。うん、そうだったか。実はな、その、これは秘密なんだが。秘密？何ですか。実はし、院長じゃないんだこれが。知ってますよそんなこと。え、なんで。完全に舐められてる。ま、マジで言ってあげるから情報。ん？わしはな、この病院のほら、なんだ、生地引き？生き地引きですか？あ、それそれ、特に若い女の子ちゃんの患者なら知らんことはない。いや、お恥ずかしい話。本当に恥ずかしいですねとにかく、花かのどか城のことだったな。のどか城。あの子は特にそのよーく覚えとるぞよーく、ね、さあ、話してもらいましょう。のどかさんのこと聞かせてください。まかせなさい、まかせなさい。あの子はそう1年ぐらい前、総合病院から回されてきたんだ。そのほれ、急患っちゅう子って。何の病気だったんですか。いやあれ怪我だったよ。わしね、一目で見抜いたよ。そりゃもうバッチリ大怪我だって。大怪我ですか。体中ほうたりぐるぐる巻き、腕もギブスで固められてたしな。それは確かに大怪我ですね事故だよ事故。怖いね、やっぱり。俺車はさ、車、交通事故だったんですか。それはあれだけの怪我だけど新聞に載ってると思ってさ。もうほれ、調べた、大変だったね。何なんだこのじいさんは。さあ、手術について。さっき大手術だって言ってましたね。のどか城の手術かい。のどか城の。そりゃまあ、その、なんだ、あれだけの事故だったし、顔のやけどがさ、特にひどくて大変だった。
そんなにひどかったんですか？たまたまのど課長が自分の写真を持ってたからね、それを見て復元したらしいで、カブさん。写真？彼女さ、俺なんだ、あの免許を取ったばっかりだったんだな、その免許証のために撮った写真をちょうど持ってたわけだ。はあ、死ぬ記念に漏れちゃったよ、その写真こっそりと。いいのか？なら、よく撮れてるだろう。はあ、お手柄だよ。だからわしの。肝心の免許証の方はどうなったんですか？さあ知らんよ、聞いてないな、燃えちまったんじゃないかね。ああ、さあ、免許用の写真、のどかが免許証用に用意した写真、堀田石の宝物、石ってつけなくてよくね。石じゃないでしょ。事故について、調べたんですよね、のどかさんの事故のこと。そりゃもう、そりゃね、当時の新聞全部見たぞ。どんな事故だったか覚えてますか？ちょっと待ってな、今持ってくるから、記事。持ってるんですか？まあ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 、こんなこともあるかと思ってた。あの悪なき探求心、見習うべきここも。あー、これこれこれで、のどか助手席に座ってたらしいな。助手席ですか？眠っとったらしいよ。ものすごい衝撃で目が覚めたら、あたり一面火の海だ。のどか城必死でドアを開けて、なんとか自力で逃げたわけだ。まあ、詳しいことは俺、この記事を読めば。うん、証拠品新聞記事2を法廷記録に挟んだ。新しい手がかりだ。目を通しておいた方がいいな。のどか城手術してから治るまで半年はかかったな。去年の12月頃退院してったよ。半年前か。ほれ、どういう結構役に立ったろ？はい、ありがとうございました。じゃあし、そろそろ病室に戻るからさ、のどかちゃんによろしくね。僕も行くとするか。さあ、というところでございますが、先にこっちかね、事故の記録、悪夢のハイウェイ、5月24日深夜、2人乗りの乗用車が高速道路で脇の壁に衝突して、女性が1人逃げ遅れ、焼死した。警察では生存者の話などから、居眠り運転による事故と見て捜査を進めている。で、花香のどかさんの、話によると、ちょっと待ってくれ。どう読むべきなのかがちょっと。花香のどかでいいんですね。花香のどかでいいですよ。